まず最初のコーナーはいつものようにこちらからです。はい、人気者ちょいワル先生の今週の一発予想のコーナーです。こんばんは。こんばんは。アンジーいなくて寂しいですね。ちょっと今日我慢してください。あ、そうですか。はい、先週ね、京都でね、はい、チーム AJ がありましたね。ありましたね。はい、でちょっとたくさんの方がちょっと天候悪かったみたいなんですけど、ぜひちょっとありがとうございました。あ、ちょっとまたじゃあメッセージの方、はい、京都皆さんね、はい、どうもありがとうございました。また次回私伺いますのでね、楽しみにしてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、いや動きますよ、はい、今日も朝からポンドが急落なんですよね。もう今現在で2円以上下がってますからね、1日でね。 あとポンドドルも急落で、まあ、ちょっと先週の雇用統計ぐらいからね、はい、過激な動きになってきましたね。ちょっと今週も注意してね、見ていきたいですよね。はい、よろしくお願いします。はい、でちょっと先週をね、検証していきたいと思うんですけどね、はい、これ大当たりで書いてますけどね。ねえ、やりますね。ね、月曜日出た時に、まあ、103円台欲しいって言ってたんですけど、横ばいでね、後でチャート出しますけどね、はい、突き抜けて105円72までね、年初来高値を更新しましたよね。まあ、今ちょっと調整入ってね、雇用統計悪くて105円割れという状態ですけどね、足場固まったかなと思ってますよね。で、あとユーロドルね、これ売り継続と、はい、まあ、1.37 から売ってるんでね、でこれがもう 1.3 を割れてね、先週お話しましたエリオットハードの3波ね、はい、見事に到達しましたね。ただまだここでは終わらないんじゃないかなというふうな流れで来てますので、ちょっとこの2つはね、ドル円の突っ込み買いとユーロドルの戻り売りはね、まだまだ継続でいいんじゃないかなと思いますよね。なるほど。で先週のですね、指標で、はい、まさかが2つあったんですよね。ちょっと今日まとめてきたんですけどね、はい、まさかの利下げと ECB ね、はい、0.15 ほぼもう据え置き間違いないと言われたのが、いきなり20時45分で利下げしたんですよ。これはかなりサプライズ的な、サプライズもほぼもう8割方、はい、ひょっとしてというのはありましたけどね、もうほぼもうゼロ金利まで持っていったというね。で中銀の、預金金利ですよね、要は銀行に貸し出し金利もマイナス 0.2 なんで、ここまでやってきたかと。でその後ドラギー会見でしょ。もうこれも要は具体的なね、ABS 債の買い入れする、まあ、10月から実施しますよと。これは誰も予想だにしていなかったという、いや、これは予想できましたよね。だから8時45分時点ではあまり動かず無風で、9時半からね、はい、ドライ会見が進むごとに徐々に安くなるだろうという状況だったものが、いきなりこれ利下げなんでね、急落して具体化出ましたからね。だから、まあ、10月へ向けてっていうか、もうこれでちょっとユーロはね、ある程度すっきりはしましたけどね、まだまだ下げは加速するんじゃないかということは言えますよね。なるほどね、はい、でちょっとチャートね、これも分かりやすいんですけどね、はい、次のチャートのドル円ですけどね、こんな感じなんですよ。ぐいっと伸びて、で雇用統計がえらい悪かったんですよね。今出ましたけどもね、14万2000人ということで、これすごい、23万人というのも14万人ですからね、一気に急落しましたよね、という状態なんですけど、まあ、今一目で行くとね、時間足で今戻りかけてるんでね、そのうち高値は抜いてくると思いますよね。あと、まあ、先週先々週から言ってるウクライナ問題とか、これ決着してませんでしょ。なんかずる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 引きずられてる感だってありますけどね。停戦しましたとか言って、で先週なんかウクライナ側がゲリラっていうかね、はい、あれを40人ぐらいやっつけて殺害して、でなんか戦車も2台ぐらいぶっ壊したみたいないう状態なんで、決して停戦じゃないんですよね。なんかロシアも相当西側に対して強気ですよね。そうですよ。だからもう逆にロシアの上を他の国の飛行機は飛ばせないとかね。あ、それなんか今日のニュースやってましたよね。欧米がなんかロシアの上を飛行機飛ぶことは許さないみたいなね。だからもう一歩も譲らない状況なんで、ね、この辺だけはちょっと綱引き、ニュースが入るたびにね、1回売られて戻ってみたいな展開になると思いますけど、ただまあドル円自体は失業率 6.1 で保ったんでね、まあ、一応ゴールが若干遠のいたかなというだけであって、そんなに大した怖さはないですよね。だからまあドル中心に他のクロス円全部売られるような展開
があるんでしょうね、うん、そういう時があればね、うん、やっぱユーロ圏にとってロシアの動きっていうのは相当やっぱ大きく影響してきますよね。いや、やっぱり大きいですよね。ね、だってその制裁をロシアに EU とかね、うん、もう各国で全部やるって、そこにウクライナも絡めてでしょ、うん、だから1対多数になるじゃないですか。ですよね、うん、だからプーチンさんあたりはもう冗談じゃないよって、うん、来るなら来いになってるんですか。ロシアも強いですね、なんかね。強いですよね、うん、だからそういうのもね、まあ、為替相場にももちろん株にもね、うん、あの9月株がね急落するんじゃないかとかいう説がありましたけどね、うん、あの影響してくると思いますよね、はい、それにちょっとニュースを細かくチェックしてね、うん、やられた方がいいんじゃないかなと思いますよね、うん、であと次のすいませんユーロドルね、これが結局あのサプライズとなって時間足ですけどね、うん、どうするのと下がってもほぼ直角でしょ。すごいですねこれ、あの時間足なんでね、三陸海岸のような、そうね、なんかあの飛び込み台みたいな状態で5時間ぐらい下げっぱなしのね、うん、状況になりましたよね。だからまあこちらの方もちょっとまあどうもならない展開でしょうね、はい、でこれをあの追い越したのがあの今日のあれですもんね、あのポンドっていうかね、うん、あのイギリスのね、そのスコットランドの問題が全部打ち消して、うん、みたいな感じになってますよね。うん、だからそれも含めてちょっと今週は予想しなくちゃいけないんだよね。そうですね。日々のトレードもそうだし、うん、気の抜ける週じゃないですよね。難しいといえば難しいんでしょうけど、うん、でもそう非常に面白い予想が面白いですよね。ね、うん、出てくるような感じですね。だから、まあ、ある程度1泊2日とか2泊3日のトレードが今週はいいんじゃないかなと。でリスクを踏まえた上でね。そうですね、なんか大きく動きそうな予感がやっぱりまだまだ匂いますもんね。そうです。だから1ヶ月とか年末になったらね、うん、あやっぱりドル円良かったねとかね、あの時こういうことがあったねになるんでしょうけど、うん、今真っ最中ですからね、うん、ちょっと今週来週は重要じゃないですかね。そうですね、ちょっと今週の動きちょっと注目指標をちょっと見ていただきましょうか。はい、はいはい、これですね、こちらです。一応まず木曜日ね、ニュージーランドの政策金利6時です。うん、前回は急落してね、うん、今年2回も3回も金利上げてるんですけど、はい、8月に、ニュージーランドの首相がね、うん、ちょっと高すぎるみたいな、うん、対ドルに対して介入するぞみたいな、うん、ことを逆にちょっと言っちゃったもんですから急落したんですけどね、うん、あと乳製品のちょっと輸出が悪いとかねいう状態だったんですけども、まあ、これに関してはねちょっと結構自信あるんですけどね、うん、6時からでしょ。でその後に総裁のコメント、うん、まあ、年内に、もう1回ぐらい、ね、落ち着いたら利上げ、しますよみたいなコメントを私は言うんじゃないかなということを考えているので、うん、ニュージー円に関しては、うん、安いところを買っておいていただければ面白いんじゃないかなと、うん、あと12日の小売ですよね、うん、でこれちょっと来週分も持ってきたんですよ。来週お休みなんで、はい、17、18日にスコットランドの、ね、例の住民投票があります。はい、で独立派が過半数にね、うん、ずっと毎月やってたんですけど51対49微妙なんですけどね、うん、独立したいという方が多いというね、うん、いう形なんで、もしこれが18日に賛成派が勝ったら、うん、ポンドはもう暴落します。でしょうね、でしょうね、私はもう本当にポンド円で5円とかね、うん、ポンドドルで500ビップとかね、今日だけで200以上下がってるんで、うん、それぐらいあると思いますのでね、うん、まあ、これもちょっと特にまあ今週のキーワードっていうかニュージーよりもこれポンドの方が面白いかな、うん、あとウクライナ情勢も注意って書いてますけどね、これ決着つきませんからね。つきませんね、ウクライナはね。つかないですよね、うん、何とかやるならやってね解決すればいいんですけどね、うん、だからこの辺のちょっと地底学がね非常に、うん、大きいですよ今週はね。これイギリスのね、スコットランドが独立したがってるってなんであんな小さな島の中でこんだけこうやって。いや、もともとね1700何年かにイングランドに吸収されて、で最近なんですよ、1998年に、要は議会ができたんですよね。でそこからは独立した方がいいんじゃないかとかね、どうなんだろうとずっと話し合って、2012年に要はイギリス側っていうか側と、スコットランドの一党が話し合って、じゃあ、その辺も、近々話し合いなさい、独立も含めてみたいな話になって、それがトントン拍子に来てね、現在に至ったという形です。なるほどね。先週まで全然話題なかったでしょ。だから誰もそういうことはないんじゃないかなと思って、まさか賛成が上回るってもちろんなかったわけですから。これやっぱりあれですかね、その例えばアラブの春だったりウクライナ情勢だったり、結構割とあちこちでなんか独立機運みたいなものが
なんか地球規模とかって動いてるようなことの影響なんですかね。まあ影響もあるでしょうけど、まあ、これはあの2012年からね、2年前から始まった議会の話し合いなんでね、うん、だどうしても抜けたいとかね、うん、いうあれじゃなくて、まあ、あの本当に紳士同士の、ね、話し合いになるんでしょうけどね、うん、ただはい、結論出ました、独立しますっていうわけにはいかないと思いますよね、うん、そうですね、どっちもね、あのイギリスにとっても大変な状況ですし、ね、スコットランドにとっても、ね、でもスコットランドも独立してもあのポンドは使いますって言ってるんですよ。あ、それに対してイギリスがいや冗談じゃないよって、あ、そうなりますよ ね、 そうですね、うん、ただまあその18日の選挙結果っていうのが重要なポンドにとっては要素になるんでね、これはもうぜひあの皆さんご注目いただいてね、なんか大きく動きそうですね。当然これ同盟国ですから奴隷にも影響してきますからね。ですよね、うん、ここはもう注目ですよね、うん、はい、だからまあそういった部分ではね、本社悩みはないですよね、今日の一つはもう先週から決めてて、もう一個はちょっとおまけでね、来週部分も含めてということでちょっと予想してみたんで、一発予想のちょっと答えをね出してみましょうかですね、はい、じゃあ今週も行っていただきたいと思います。人気者ちょいわる先生の今週の一発予想はこちらです。はい、素直に、ニュージー円ね、ニュージードルはドルに対して高いって言ってるんで、ニュージー円の方ですよね、まあ、今87円そこそこなんで、10日までに、突っ込んだ安いとこあれば買っといていただければね、7時から、マーケットオープンするんで、まあ、この時まで、見てから買ってもいいと思いますけどね、これ以上悪い指標発表はないと思うんでね、近い将来、90円近くまで戻りあると思います、まあ、今週も含めてね。で来週大穴狙いっていうのがね、これすごい、今の話聞いた上ではかなり面白そうな、朝今日もう突っ込んだんでね、急落して窓開けみたいになってるんで、ただ夕方さらに突っ込んでるでしょ、だからある程度、まあ、ポンド円もポンド米ドルも多少は買い戻しで戻ると思うんですよ、ただ一応、まあ、財産なんてお話しましたように、18日が住民投票なんで、はい、この結果以下によっては大穴とは言いませんけど、どうすーんとあの大陰線が出る可能性があります。可能性ありますね、十分。だから決して今はちょっと安いから、あのポンド円なんかをちょっと浮気して買ってみようなんで、ちょっともう今週来週はやめといた方がいいですよね。だから高いところを売っていただいた方が夢がありますよね。50銭取るとかじゃないで5円10円の話になりますからね。そうですね。これはだから来週18日なんでね、ご注目いただきたい。これ楽しみですね。楽しみですよね。来週再来週か。だから今日も来週のちょいわる、朝からずいろんなあの相談とか問い合わせありますけどね、あのまず目先の、今週はね、はい、ニュージーを見届けて来週ポンドと戦おうじゃないかというふうな感じなんでね。これ17、18日電話鳴りやまないんじゃないですか。です ね、 ね、朝とかだったらいいんですけども、夕方以降のね選挙結果なんで未明になるわけでしょうから、ですね、毎日は携帯にもかかってきますもんね。ですね、それもあのちゃんとね真摯にあのお答えして、ね、まあ、どうしてもあの私来るのはおばちゃんしかいないんでね、まあ、ただ一応18日はね、あのチーム付きっきりでね、あの見たいと思いますよね。もうじゃあ全国のちょいわるファンの、ね、おばさま方、ぜひ17日、18日は遠慮なく、はい、携帯の方にお問い合わせいただけると。会社の方でもね、ワールドインベスター TV を見たということで、アドバイスしますので、お電話いただいて全然構いませんので、はいはい、よろしくお願いします。じゃあいつものように今日もご案内がございます。今日はあの、初出演でちょっとね、うちのメンバーを連れてきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうぞ。はい、ちょいわるチームの小川と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、 あのセミナーの告知をさせていただきたいと思いますので、はい、出してもよろしいですかね。はい、今年の6月以来、またですね、あの沖縄の方で9月20日の日に、沖縄セミナーを開催いたします、はい、前回ですね、お越しいただけなかった方も今回あの会場を少し人数をですね多めに入れるような箱を取りましたので、ぜひあのご来場いただければと思います、でこちらがですね、9月の27日のあのちょいわる先生のセミナーなんですけど、これがですね今年一番熱い内容となっておりましてですね、第1部は初心者セミナーのもの、そして第2部はちょいわる先生の奥義をですね全て伝授いたしますという内容でやらせてもらいます、会場がですね日本橋駅から直結の八重洲会場ということで、もうかなり豪華なセミナー会場となっておりますので、20名様限定ですので、お早めにお申し込みいただければと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、沖縄東京の皆さん、ぜひこちらの方ご参加ください、再来週楽しみですね。ですね、
ちょっと楽しみにしてちょっと皆さんお待ちください、はい。人気者ちょいわる先生の今週の一発予想のコーナーでした。ちょいわる先生ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。一旦 CM です。